い、どうもじゅんじゅんです。ということでようやく登場しましたレーザーバイパーのバージョン3バイパー V3 Pro を今日は紹介していきたいと思います。さあということでレーザーのバイパーシリーズもねもう V3 というところで今回は前作よりもめちゃくちゃパワーアップします。なおかつもう見てもらったら分かる通りですね形も大きく変更されてるんでそこら辺もね詳しくレビューをしていこうかなと思います。ということでまずはお値段税込み 26,480円となっております。いやパンチの効いた価格ではねあるんですけども一応ですねこの中に 8000Hz 対応のレシーバードングルが同梱されております。 Amazon で今5000円ぐらいなのでそのドングル代をね含めてこの価格って考えればまあっていう価格です。続いて簡単になんですけどスペックをお見せしたいと思います。まずセンサーがですねさらに強化されました。後々ソフトウェアでお見せするんですが 1dpi ずつ 35000 まで調整することができます。もうそれぐらいねセンサーにこだわりつつさらに軽量化もされました。 4-5g ですかね軽くなっております。まあ、サイズも若干変わり、まあ、形状もねある程度変わってますのでその辺今から詳しくお見せしていきたいと思います。まずはきしみたわみなどのクオリティ面のお話をしていこうと思うんですが、まあ、今作もですね穴はもうほぼほぼ外装一切開いておらずですね、まあ、しっかり軽量化されております。なんですけどもこれ強くね握り込んでも全然ねこうきしんだりたわんだりすることはなく、まあ、かなり剛性は高いと言えます。一応ですねこのソールの裏側にですね剥がしてみると少し軽量化の穴とかは開いてるんですけど、まあ、持つ部分に一切穴はないので、まあ、手触りみたいなところが変わることはないです。でコーティング滑り止めのお話をしようと思うんですがこれも非常に優秀です。他メーカーのマウスと比べても5本の指に入るぐらいにはですね滑りにくいマウスになってます。でさらに他の最近のマウスと比べて指紋が目立ちにくいです。最近のマウス指紋がすごい目立ちやすかったりするんですけどこいつはですね結構指紋とか油汗が目立ちにくい仕様になってます。一応ですね前作というかバイパー V3 ってハイパースピードというこの電池で動く式のマウスがね以前から出ていたんですけどもこいつと比べても若干ですねコーティング変わってるような気がします。前作はデサダー V3 っていうね有線のマウスと同じコーティングがされていてレーザーの中でも非常に受けが良かったマウスの滑り止めが施されていたんですけどそっからねまた若干変わったような気がします。前作ってちょっと指紋目立ちやすくて滑りにくいみたいな感じだったんですけどさらにその前作から 5% ぐらい滑りにくくなって指紋が目立ちにくくなってる気がします。ここら辺もね多分なんですけど若干改良加えられてるんじゃないかなと思います。続きまして漢字の形状に関してまずはねこちらの画像をご覧ください。 V2 Pro と V3 Pro の形の違いになってます。まあ、マウス自体の厚みが若干ね増したというのと先端部分このフロント部分がですね若干こう寸胴体型になったかなといった変化があります。まあ、持ってみると結構違います。前作 V2 Pro はねちょっと薄型だったんですけども今作は厚さがね他のマウスと同じぐらいになってかなり王道な形状というかいろんな人に合いやすい無難な形状になったかなと思います。まあ、ここら辺はね前作の形が好きだったっていう人もいると思うので何とも言えないんですけども、まあ、前作とはですね持ってみるとだいぶ持ち心地変わってるかなと思います。まあ、手のひらのここの部分に大きく高さが増したことによって傾斜が出たので手のひらにかなり当たりやすくはなったかなと思います。あとは薬指とか小指を置く部分ですねここにも若干こうね高さが増したことによって薬指小指にかなり広い面積マウスが当たるようになったかなと思います。この辺のマウスへの接地面みたいなのはかなりね今作の方が増えたんじゃないかなと思います。なのでマウスを握っている感覚みたいなのはこっちの新しい V3 Pro の方がね個人的にはかなり増してるんじゃないかなと思います。ただその分前作よりもまあ高さが増しちゃったっていうのもあってですね全長とかは変わってないんですが少しサイズが大きく感じるんじゃないかなと思います。このね、まあ、バイパーのシリーズ自体ちょっとやっぱね全長 126mm と少し大きめのマウスにはなるのでその点今まで V2 Pro がでかいと感じてた人はちょっと大きさ増したところはね注意が必要かなと思います。あと V2 Pro から大きく変わった点をお話しするとこのサイドの部分の形ここが若干この逆ハの字になってはいるんですけどもここの傾斜がですねちょっと和らぎました。壁形状に近づいたかなと思います。
まあ、ここの逆刃が結構きついと指がこう持ち上げるときに引っかかりやすくてですね、持ち上げやすいっていうのがあったんですけど、まあ、そこの傾斜が若干こう和らいだ壁っぽくなってるかなと思います。まあ、少し風味は残ってるんである程度の引っかかりはあるんですが、持ち上げやすさみたいなのは V2 Pro の方が良かったかなって感じがします。でもう一つ大きく変わったポイントがですね、ここになります。前作だったりはですね、このサイドの部分にスリットみたいに入っていたので、薬指とか置いた時にクリックすると、まあ、人によってはなんですけど、こう薬指の肉を食い込むみたいな、まあ、そういった仕様に前作とかはなっていたんですが、今作はそれが起きないようにしっかりここに壁を作って、でクリックの部分はちゃんとセパレートしてるみたいな形状へと変更されました。まあ、ちっちゃなね変化ではあるんですけども、まあ、人によってはここに薬指が置けるようになったりとか、あとは毎回クリックの時に右クリックをする時に違和感っていうかね、ここに擦れてる感じがあった人はそれがね取り除けるんじゃないかなと思います。で一応今作の V3 Pro に関してはつまみ持ちとつかみ持ちに最適というねレーザーさんから説明を受けたんですけども、まあ、パッと見てもらったら分かる通りですね、全然あのかぶせ持ちもいける形状です。かぶせもつかみもつまみもいける形状かなと思います。まあ、さっきもお話しした通り無難というか王道な形状になってますので、もう持ち方に関しては本当ね、どの持ち方もそつなくこなせる万能型かなと思います。まあ、つまみにしては若干でかく感じる可能性はあるんですけども、まあ、本当に今作癖という癖がねほとんどなくなって、かなり洗練された形状に仕上がってるんじゃないかなと思います。一応なんですけど、コブの位置もですね、まあ、中央より本当にわずかに後ろにニュってなってるので、まあ、そこら辺つかみ持ちみたいなのも考えられた形状なんじゃないかなと思います。まあ、さっきも言ったんですが、ちょっと大きいマウスなのでそこだけ注意していただければと思います。続きまして、ちょっと個人的推しポイントを話させてください。バッテリー寿命が長い、 1000Hz 駆動で95時間と、まあなかなか持つ、他のね、まあ、トップクラスのメーカーと肩を並べるクラスに持つんですが、なんと 2000Hz でも60時間以上持ちます。これ自分でも検証したんですけど、ゲームだったり編集とかをねもう何十時間もした結果、60時間と40分ちょっと持ったんですよ。他メーカーってだいたいこの 2000Hz 駆動でさえ50時間とかなっちゃうんですね。他メーカーよりも 2000Hz の状態で10時間以上長く、もう下手したら 2,3 日長く遊べるんですよ。で 4000Hz、8000Hz でもなかなかに長い時間遊べるんで、その辺の高いポーリングレートにねいち早く対応してきたレーザーだからこそのバッテリー寿命みたいな、ここはねかなり強みかなと思います。メインのスイッチには第3世代レーザーオプティカルマウススイッチが採用されております。このスイッチに関しては V2 Pro 前作のものと変わんないものが採用されています。まあ、オプティカル光学式のスイッチなので、理論上チャタリング誤入力みたいなのがなくですね、デバウンスタイムっていう変な遅延も設定しなくて済むので、応答速度も高速化できます。まあ、クリック感もね、まあ、前作と変わらず非常によく、ある程度軽い押し心地にしっかりクリッキー感もあって、連打もめちゃめちゃしやすいです。ちょっとニッチな話をするんですが、スイッチの起動するまでの距離、プリトラベルと、あと一番奥まで押し込まれる距離、ポストトラベルっていうんですけど、この辺もねかなり浅く作られてるんで、タップ打ちとかも非常にしやすいマウスになってます。すごい細かい話をすると、だいたいこの辺からちょっとクリック感が重くなってくるので、浅めに持ちますよって人はちょっとこの辺は重めかもですね。でサイドボタンもね非常にクリック感が良く、このねサイドも結構プリトラベル、ポストトラベルともに浅めなので、まあ、スキルだったりとか回復をこの辺にね割り当てるのも全然いいのかなと思います。ホイールに関しても誤爆しない程度で軽い力で押し込めつつ、ノッチ感は波で少しこう軽い力で回せるので、ストレフが非常にしやすいです。まあ、でも全体的にねクリック感も非常によく、まあ、プリトラベル、ポストトラベルともにね浅く作られてるので、非常にゲーミングマウス、 FPS 向けのマウスとしても完成度はかなり高いんじゃないかなと思います。最後にソフトウェアをざっくりお話しして終わろうかなと思います。
まあ、今回もシナプスという、ね、ソフトウェアが必要になるんですが、まずこのデバイスってとこ中入ってもらうとですね、いつも通りボタン配置の変更ができます。あと重要になってくるのがこちらパフォーマンスっていう部分ですね。ここで感度の変更、まあ、DPI の変更だったりとかポーリングレートの変更ができます。で最初にも言ったんですが、ここの DPI なんと1ずつ変更ができます。1646とかもいけます。まあ、ちょっといい国作ることもできるので、まあ、この辺はね自分のお好みで変更していただければと思うんですが、そしてポーリングレートの変更もここでワンタッチでワンクリックで変更ができます。まあ、ここのポーリングレートを高ければ高いほど応答速度が速くなるというね、まあ、今流行りの部分なんですけども、注意が必要なのがここにもね記載されているんですけども、 CPU の負荷が上がります。FPS 値が落ちたりとか、ゲームによっては格付きの原因になっちゃうので、その辺はね自分のスペックだったりとか、あとやってるゲームがそのポーリングレートに対応してるかどうかっていうのもですね確認が必要になります。大抵のゲームが 2000Hz まではもうほとんど対応してます。4000とか8000になってくると、まあ、ゲームによっては対応しておらず格付いてしまったりもするので、その辺は調べましょう。あと感度マッチャーってね、これなんか見たことがないものかなと思うんですが、これですね前に使っていたマウスとこう感度を合わすことができるっていう設定になってます。前使っていたマウスを隣に並べて、一緒に同じ方向にマウスを動かして、で感度を合わせるみたいなですね、ちょっと変わった設定項目になってます。まあ、結構こだわりたいよと、前の感度がすごい合ってたんだという方はですね使ってみてください。でお次構成、ここはですねトラッキングディスタンスの変更画面になります。トラッキングディスタンスって何なのかっていうと、他のマウスで言うとね LOD の変更画面なんですけども、まあ、低いミディアム高いと3段階で変更ができます。基本的にはミディアムか、もしくは自分はね基本低いで使ってるんですけども、まあ、このトラッキングディスタンスって何なのかっていうとですね、話がややこしくなりそうなのでざっくり説明するとですね、どれくらいの高さこのセンサーの位置から読み取るかっていう話になります。これ高いにするとどうなるのかっていうと、かなり高い部分までセンサーが読み取っちゃうので、視点移動したいって時にマウスを上げても一緒に視点がついてきちゃうみたいなことが起きたりします。そうなってくると基本的にはうざってなるので、まあ大体の人がねミディアムから低いで大丈夫かなと思います。ガラスとか、あと特殊なマウスパッドの表面のものをですね操作するときは、ここが低すぎるとマウスがカクカクってなる原因になるので、そういう場合はミディアムにするとか、そういった調整をしていただければと思います。ラスト、一番推しの部分話させてもらっていいですか。もうね誰に需要があるのかわからない部分ではあるんですが、マウスソールがめっちゃでかいっていう部分、もう本当に一部のねゲーマーにしか刺さらない話ではあるんですけど、ここがでかいのでどんなマウスソールでも貼り替えることができます。もう前作とかはかなり貼る範囲が小さくてですね、まあ、一応レーザーさん曰くこうね上下にこうソールを貼る範囲を増やすことによってマウス操作が安定しやすいというねお話をしていたんですが、マウス操作も安定しやすいかもしれないんですけど、もう私たちの心が安定しました。ということで以上、今回はバイパー V3 Pro 紹介させていただきました。しっかり性能を上げつつも、使いやすい部分を増やしつつ、見た目的にも指紋が若干目立ちにくいっていうのもね、まあ、最近のマウスとはまた違った魅力の一つかなと思います。まあ、サイズが少し大きくなったという点に関しては、まあ、ぜひこうお店とかで一回ね持っていただければと思うんですけども、個人的にはこう手の接地面が増えたっていう部分はですね非常に嬉しいポイントでした。まあ、前作もねあの形状もめっちゃ良かったんですけども、またねこの王道な形状も刺さる人多いんじゃないかなと思います。気になる方は概要欄の方にリンク貼っておくので、ぜひぜひチェックをお願いいたします。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。この動画参考になったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、 X のフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。